虎ノ門ニュースが帰ってきたということでいろいろとざわついています。早速元出演者の和也氏が動画を上げていました。まさかの展開、虎ノ門ニュース復活という動画です。さらに帰ってきた虎ノ門ニュースの4分頃から番組再開について挨拶がありました。虎ノ門ニュース2023年3月31日金曜日、武田恒康×ケント・ギルパート、こちらで元 DC テレビジョンの社員という方が経緯を説明されていました。YouTube チャンネルとスタジオを継承し、帰ってきた虎ノ門ニュースとして番組を再開できることとなった。資金の都合上、週1配信だが、メンバーシップやスポンサーを募るなどして、週5配信を目指す。スタッフも今までに比べてごく少数。今までの虎八出演者に出ていただいて、その後、新しい論客に声をかける。山田社長は今、闇鍋ジャーナルで頑張ってらっしゃいますので、はい。吉田会長はお元気だと思います。というコメントがありました。元 DC テレビの社員ということは、闇鍋ジャーナルのスタッフに参加している山田氏とそれ以外のフリーの方たちとは出自が違いそうです。継承したのは YouTube チャンネルとスタジオのみということで、ニコニコのチャンネルや DC テレビ社そのものは引き継いでいなさそうです。会社ごと購入するのは重い、例えば裁判などの責任も引き継ぐ必要があるので、スリムに買った形なのかなと感じました。そう思う理由の一つとして、現在も DHC テレビの公式ホームページは復活していません。DHC テレビ社はあくまで開業する方向なんじゃないのかなと思っています。元社員さんの闇鍋ジャーナルで頑張っているという発言は、山田社長との距離を感じます。そしてさらに一つ気になったことがありました。和也氏の対応のスピーディーさです。帰ってきた虎ノ門ニュースの告知ツイートは、前日の3月30日の15時20分でした。そして和也氏の動画公開は午後7時35分、4時間15分で対応して動画を出しています。こちらの動画、ライブ配信ではなく、ツイート画像が画面に貼り出してあったりと、編集作業を経た動画となっています。何が気になったかというと、和也氏の動画作成時間についてです。彼は過去にこのように言っていました。常年さん、7、8年前に1日8時間かけて動画編集していると聞いた。和也氏、内容すべて含めて8時間。常年さん、今はこなれてもっと短いと思う。和也氏、スルーという流れでした。こちらのニュース女子は2020年3月3日でした。この3年で動画作成スピードが格段に速くなっていることが伺えます。仮に帰ってきた虎ノ門ニュースの発信直後に確認できたとして、たまたま動画作成する日程が空いていて、台本作成、収録、配信まで4時間15分というのは相当な運も持っていると感じます。仮にツイートを最短で確認できたとしても、私にはとてもできない芸当です。私が同じ対応をできたとしたらと考えると、事前に知っていたパターンでしょうか。虎ノ門ニュース終了の伏線まとめと今後の展開予想、イストリーゲームが始まるのかという動画でご紹介しましたが、こちらで動画業界にも今年今週中くらいにね、激震が走りますからねと和田さんがコメントしていました。発言した和田さんは虎八終了を事前に知っていたと思われます。帰ってきた虎ノ門ニュースのキャストが、和田健二さんとつながりのある武田恒康さん、和也氏と認識派サミット等で共演したケントさんであることから、事前に知っていた可能性もありそうです。和也氏の動画作成スピードが大幅にアップ、情報を先に知っていて事前に大まかな絵を描いていた、どちらが正解かは分かりませんが、この件に関して和也氏はナンバーワンという看板に申し分ないスピーディーな動画配信だったと感じました。ケンカー君のスピードは神より遅いからね。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。